内閣法は内閣の職権、組織、行政事務の分担及び行政各部に対する指揮監督の対抗を定めた日本の法律。所管官庁は内閣官房である。内閣法は26の条文で構成されている。その概要は以下の通りである。ロッキード事件とその一連の裁判においては内閣総理大臣の指揮監督権をめぐってこれを根拠に 田中角栄元総理に対する賄賂罪が成立するがどうかが焦点の一つとなった。すなわち、ロッキード社からその販売代理店のマルベニや複数の裏の代理人を介して田中に渡った5億円と田中が運輸大臣に対して全日空にロッキード社製の L1011 トライスター機の購入を干渉するよう働きかけた行為の間には賄賂罪における 職務行為が成立するとして一審の東京地方裁判所は田中に対し受託収賄と外国為替及び外国貿易法違反の有罪判決を下したのに対し被告側はその因果関係を否定して真っ向から対立した裁判は二審の東京高等裁判所が控訴を棄却した後最高裁判所で争われたがその最中に田中が死去したことにより控訴棄却となった しかし、最高裁は、田中の秘書官、榎本俊夫と、丸紅社長、日山博氏の上告審において、憲法第66条、第68条、第72条及び、内閣法第4条、第6条、第8条の規定から、内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所証事務について、 一定の方向で処理する、要指導、助言等の指示を与える権限を有する者と、解するのが相当であるとして、一審の原判決は正当であるとの判断を示した。ありがとうございます。